桂文治。桂文治は、落語の名跡。当代は十一代目。元々は、情報落語の名跡であるが、三代目以降は、東西に、分裂し、五代目以降は、江戸、東京の落語の名跡に移る。ただし、七代目のみ、上方に戻っている。十代目以降は、上方の七代目の孫弟子、宋孫弟子に引き継がれているが、いずれも、江戸の落語家である。現在は、 江戸、東京桂はじめ門の留名であり、また、東西落語会を含めた、桂一門の宗家でもある。なお、桂の帝号の由来に関しては、初代文字が、大阪市北区にある、加古山、桂木山とあるのは、誤り対有事の段下であったことから、寺の三号から連想して名付けたのだという。大阪市西成区殿下茶屋にある石碑、桂塚の碑文の説。 落語経図 P63 に本国あり。一方、落語経図 P65 書斎の説によれば、初代文治の先祖が桂中名言左サという人であったため、桂を名乗ったとあるが、詳しいことは不明。この名跡は、江戸時代、天保安世期に広く知られた、文字差、江戸文字さまたの名を、江戸言葉歌で歌われている。文字とは、修法の一つで、 知りとりの一種である。この知りとりが、あまりに有名なためおそらくこの頃の子供で、桂文治を知らないものはなかった。いか略この桂文治は、江戸三代目のことである。この文字さは、国立演芸場に掲示してあるほか、小島定治の遺作、こんな落語家がいたに掲載されている。初代、桂文治、安永2年、1773年、逆算から、 文化十二年十一月二十九日、千八百十五年十二月二十九日は、本名、伊丹谷聡兵衛、宗兵衛とも、去年四十三、通説による。二代目、桂文治、から千八二十七年頃、は、本名、伊丹谷文吉。初代、文治の実施。青年、去年不明。江戸三代目、桂文治、 安政四年六月二十六日、千八百五十七年八月十五日は、本名、辰巳雄吉。去年不詳。芝、金杉の魚屋、辰巳雄介を父とし、初代沖縄産馬、後の二代目産、笑い帝公ら門下で三遊、遊馬、坊馬を名乗る。その後、髪型へ赴き、大阪に移り住んでいた。 江戸の話家の言武器優邸専末の門下で扇義となる。初代、文治の長女、美雪、甲こうあるいは、雪は、扇義松の妻だったが、夫の死後、その弟子である、扇義伊に再化し、その縁によって1827年頃、扇義伊は三代目文治を襲名し、江戸に戻る。この三代目襲名の経緯に関しては他にも諸説あり、確定はできない。 一方の髪型では、二代目、文治の孫弟子にあたる桂ツ鳥が、後追いの形で三代目文治を名乗り、ここに、文治の名跡は東西に分裂することとなる。晩年の天宝末ごろ、養子の初代、桂西賀に、文治の名跡を譲り、文治の、文に、コーラの、楽を合わせて、初代桂文楽、一節には、笑い言武器定文楽。 さらに1851年9月には、初代桂ツ王と改名。翌年9月3日には、落語家として、初めて受領し、桂大和大城、藤原中世と名乗る。三谷住、西窪の光園児に葬られる。妻、孔は1878年2月5日、六代目、文治に見取られつつ死去。去年73年、江戸四代目、 桂文治、文政2年、1819年、逆三慶応3年6月26日、1867年7月27日は、本名、渡辺平三郎。去年49。父は、徳川将軍家伊賀組鉄砲組の渡辺平五郎で、その三男に生まれる。音玉子の都川歌丸は、実の二位。1837年7月。 浮かれ節、呼吸、虫の音の名人と言われた、柴人志二郎の門下に入り、柴西賀の名で話し家となる。1841年、江戸三代目、文治の養子となり、四代目を襲名。1861年発席にて、江戸三代目文治門下の二代目、桂文楽に五代目を譲り、自らは二世、桂大和山と大城に改名。晩年には、慶慶寺を名乗ったとされる。 芝居話や人情話を得意とした。文下には二代目、桂西賀、三代目義久ヒことイコ楽、四代目、大屋さん馬、音玉師の桂文長、鶴野や亀メがいる。長男が六代目文治で、次男、三男とも、が、文之助ス図、古今落語家系投票、古今落語随一覧表を書き残した四代目、桂文之フ実刑は、初代、 土土一棒戦火の門下の都があうたまるといい、二代目、戦火を妻とした。万次、後の三代目、三遊亭炎章、の心、文京、後の四代目桂文楽、デコデコ、五代目大屋さん馬がいる。情報三代目、桂文治、生没年不祥は、本名、京年とも不祥。二代目、文治の孫弟子にあたる、二代目文治門下の文馬との、門人で、 旧鳥を名乗る。江戸三代目文治が襲名した1827年頃以降、江戸三代目を後追いする形で1839年には、情報三代目を継いだと見られる。襲名には、自家で死でなかったことなどから、異論や反対も多かった。京都生まれで、滑稽話に秀でていたと言われ、初代正福帝割れたけ、あるいは二代目か の成り物入りの芸風に対抗して、素晴らしで勝負を挑み、両人の似顔人形を寄せの表に出すほどの人気を得たという。落語形図には1846年に追善工業がザマイナリザで行われており、1843年9月の番付には文字の名があることから一周期か三周期の追善で、没年の襲名間もなく死去したようである。情報四代目。 桂文治、生没年不詳は、本名、長太、京年とも不詳。俗に、長太文治。情報三代目、文治の弟子で、幕末に活躍。1853年の見立て番付には、すでに、桂慶太の名で、東方全頭二枚目に位置しており、後に上方四代目文治を襲名。襲名時期は1855年春頃と、推測される。 解明順は、桂文ラから桂経ラケになり、文字を継いだと推測される。元は多ドや芸道には熱心だが金銭には、無頓着で、野瀬の妙剣宮に参詣した際、ある豪唱に招かれて一席演じたが、謝礼を孤示しようとしたと伝える。実力あったが、創生したらしい。新作さありよしこの話しという冊子を残しており、流行を歌にもなおなした。 本家には、初代、桂文江がいるが、これは、死の全名を継いだものとされる。結局、文江は、情報五代目文字を継がず、本名も、桂文ラに改名。以降、上方敬一門の留め名は事実上、文江となる。他にも大成したのでは、桂刑事、敬の刑事がいた。五代目、桂文字、天保二年、1831年。 逆三万円二年一月十六日、千八百六十一年二月二十五日は、本名、終わりやみね末。去年三十一。二代目、超過老馬学は実定にあたる。六代目、桂文治、天保十四年、千八百四十三年、明治四十四年、千九百十一年二月十六日は、本名、桂文治、去年六十九。 江戸四代目、文治の長男、七代目、桂文治、華英元年四月十五日、1848年5月17日、昭和三年、1928年9月18日は、本名、平野二郎兵衛、去年81、初代桂文壇治むの弟子で、初代舞、を治む、二代目、文壇治むなどを経て、七代目文治襲明。 一代限りではあるが、由緒ある大名跡を上方の地へと取り戻した。数多くの弟子を有した落語家で、上方だけでなく、江戸落語にも多くの人材を輩出した。現在でも、東西の桂を名乗る落語家の下半が七代目の直径一門となっている。東大の文治も七代目の創尊弟子の一人。なお、七代目の系統のうち、上方側の一門は、 その前米文壇を治むが止めなである、情報本流である、文江系統とは七代目の大師匠で系図が分かれている。ただし四代目の死後はこの名跡は秋名跡となり、その弟子、四代目カツラ文クレナイの死で、着流は断絶した。現在七代目の上方での弟子系統は、大きく分けて、米朝一門と春丹治一門、ロノゴルウェイ一門の二系三派に分かれるが、前者は、 米団治む、後者は、春団寺を止めなとしている。東京側にも一門がいるが、それは七代目文字門人である二代目古文字が、東京に移籍して一門を形成したため、二代目古文字は、上方話家でありながら、東京落語会を二分する一方の勢力である、日本芸術協の副会長になり、その更新の落語芸術協会には、現在も多くの小文字一門がいる。 商店司会者で有名な影響会長の桂、ツラ、歌丸など。八代目、桂ツ文治。1883年1月21日から1955年5月20日は、本名、山寺梅吉。去年72、落語協会元会長。実母が六代目、文治の5妻となったため、その養子となり、八代目を継ぐ。八代目の系統のうち、 現在も、桂を名乗るのは九代目系統の他は八代目桂文楽の弟子、九代目桂文楽の系統及び、元孫弟子四代目桂文字女、立川男子一門のみ。九代目桂ツラ文字、1892年9月7日から1978年3月8日は、本名、高安留吉、去年85、落語協会所属。 はじめは四代目立花や遠蔵門下。あとに八代目文治門下を経て三代目、柳屋子三門下に移る。九代目の弟子のうち、桂を名乗るのは七代目、桂西賀、古今亭、新長一門の系統のみであり、九代目文楽、四代目、文字助と共に、本来の江戸桂派のうち今も、桂を名乗る数少ない直系弟子である。十代目、桂文治。 1924年1月14日から2004年1月31日は、本名、関口達夫。去年80、落語芸術協会前会長。2代目、古文治の門下。9代目、文治の親友である、林家彦六の推挙により襲名。当代より、経図上は7代目の系統に戻った。11代目、桂文治。 1967年8月25日台は、本名、岡方康春。落語芸術協会所属。十代目文字文化で、全名は二代目、桂平治。2011年6月7日に十一代目襲名を発表。兄弟子が古文字、弟弟子が文字と、名跡の格式という点では、上下が逆転するという現象になっている。 2012年9月下二21から30日の新宿末広邸を川蹴りに襲名披露工業を開催。吉井勇などの著書に紹介されている人物、指定関係など不明。江戸の人物で神田の川竹邸に出ていた頃六代目、桂文治と親しくし、後に尾道を中心に旅回り専門の芸人となり桂三之助、桂文一、 カツラとボケなどを連れて階段話、音曲、座り踊りの芸で一座で回ったという。後に、地元の豪商、田坂宇三郎の支援で、尾道で、疫学や占いで生計を立て寄せを過ごし、時より寄せには出ず縁の席などで芸を披露していた。1905年7月3日に93歳で亡くなり、田坂宇三郎が新行寺に葬った。改名は、弁ンホマレ寺。 また先行時には、石踏みも建てられた。顔に特徴がありせが高かったという。通称、旅の文字、おのみちの文字、にせの文字などという。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。